こんにちは、ベンジです。サイレン2の続きをやっていきます。今回は永井よりとくん、ブライトウィングを、船乗るんだ。いきます。ブライトウィングを左舷通路。サンサ、自分不安になってきました。本当はこれ夢なんじゃないかって、自分の頭がおかしくなったのかって。頭に弾丸ぶち込んでみるか。夢なら暖かい布団で目が覚める。もし夢じゃなかったらそれで終わり。怖え。これは薬決めてる顔ですわ。おい君、ちょっと待って。サンサ、あれ、だよあいつ調子乗ってんじゃねえよ。お、いいのかそんなこと言って。いや完全に薬決めてんじゃん。ミサは岸田ユリを船内から逃がす。お、全部甲板と岸田ユリを、岸田ユリを助ける手段は一つだけとは限りません。周辺をよく調べてみましょう。出口は船の上だけにあるとは限りません。意外な場所に脱出口があるかもしれないので、船内をくまなく探索してみましょう。あれだね、救命ボート。救命ボートクランクがあれば回せるから。邪魔な場所にいる死人は近くのものを壊して気を引いてみましょう。ん？銃持ってんだから撃てばいいんじゃない？持ってるよね。ナイフ？とりあえず岸田ユリに会うんだ。なんだ、うわっ、またこいつ。逃げてった。集中だ、集中しろ。えい。なんか持ってる。あ、やべ。それじゃなくて、どうすかな、ナイフと交換しとく。この大切りちょっと気に入ってるからさ。早っ。よし、 OK。こっち見とくか。よっこらせ。いやでもユリに会えってまず言ってんだから、ユリに会った方がいいんだろうな。じゃあこっち側から行く。なんか大体入れるな。またあいつが来る。あ、来た。ん？どこだ？あれ？来てない。違うとこの。あ、電話。あれも出ない。え？すげえ近くで声聞こえんだけど。ああ、歩いてるね。近くにいる。来たか。来てない。バカにしやがってって言ってるな。あ、来た。はい。
あれナイフ持ってこなかったのお前バカなやつ。でもこいつ素手の方が嫌なんだよな。あ、必要行動きたー。五木守の必要行動見といてよかった。よし、じゃあここはもういいんだな。ここない、外調べる。タラップが落とされている。ここから外に出ることはできない。じゃあまっすぐ行くか。救命ボートはあっちか。あ、鍵かかってる。よいしょ、鍵かかってる。あ、鍵かかってる。マジ？こっちから行けないのか。じゃあ結局こっち？こっから行けるか。鍵かかってる。うっそー。さっきまでどこも鍵閉まってなかったのにな。こっちはダメ。あれ？じゃあどこだ？そっちから来たよね。ああ、まっすぐ行けんのか、ここから。お、閉まってる。ダメだね。いるか？あいつ。違うです。こっちには大切りがあるんだよ。よし、邪魔だ。こっち、こっからまっすぐでしょ。まっすぐなんだけど、一応こっち見とこうか。あ、客室か。頼もう。なんかある。新聞？え、新聞じゃない。その下のルーターみたいなのが気になるんだけど。司会新聞ね。よし、ここはいい。あ、ゴミ箱。ゴミ箱もなんもない。ああ、疲れちゃった。走りすぎた。なんかないかな。セーラー服をしてるよ。開かないか。部屋はここだけだな。じゃあここを抜けて、ああ、あそこにいるね。ゆっくり近づいてって。あ、ダメか。はい。さあ、さあ。三沢さんはどこ行ったんだ。あ、開かない。まだ疲れてるな。ちょっと休憩。よし。看板はどっか、この階だよね。あ、わかった。ん？あ、こうか。ここからこうだな。よし。あ、鍵かかってる。うっそー。じゃあ、逆か。あ、うそ。切り替え。
あれ、なんでナイフになってんの。どっかで拾っちゃった。これをなんか壊して木いけってな。また持ってきたか。あれ、ここどこだ。あ、ここからこういけば。お前、ちょっと待った、お前何持ってる。でかい。これいらないよ。まだナイフの方がいいんじゃない。ここにいるだろ。よっしゃ。ヒッピーみたいな格好してんな。よし、これゲット。いいね、狙撃銃。ここ多分来るからさ。そうだよね。お前は早いんだよな。うい、よいしょ。オッケー。で、ここまっすぐ行きゃいいか。こっち行って、ここ開く？鍵かかってる。こっちからならどうだろう。行って。あれ？違う。こっちか。嘘。じゃあどっから行くの。下からか。下か。なんであっち側だけ明るくなってんだろう。ここの下行けないってこと。行けないんだ。ここは下りしかない。誰か走ってきたぞ今。こっちから下行くんだな。こう行って、なんか登るところがあるんでしょう、きっと。ここ。え？違うな。エレベーターか。これ地下に降りるやつだよな。死人乗ってきたりしないよね。え？壊れてる？壊れてんね。じゃあ階段で下に降りるか。誰かいるな。え、鍵かかってる。あ、これそっちか。小目標もまだクリアできてないんだよな。ここ二つ鍵かかってるしな。どこだろう。とりあえず行ってなさそうなところいろいろ行ってみるか。そこエレベーターあるだけで。エレベーターを直すのかな。全部看板の、あ、はいはい、これで。これで
やっつけりゃいいのか。あれ全然食らってない。あ、よし。あ、ゆりちゃん、ゆりちゃんどこだ。いた。ゆりちゃんも光に弱いからさ、これゆりちゃんにも攻撃を与えることになるよ。よし、ゆりちゃん今どこ。そこだ。ゆりちゃんも逃げるでしょ。でもゆりちゃんこれ足で踏んで殺すからね。よし、あーそこは届かねえのか。ゆりちゃん逃げてくね。いつまでこれやればいいの。無限に出てくる。そんなことねえよな。援護しろっていうお触れが出てるから。ええー、お、終わった。交流ね。なんかいじれないかだけ見ていく。あ、電話。電話ここか？うん。誰も出ない。あ、調べる。うん。あ、スイッチを入れる。おう。突きっぱにできんの。あ、切る。あー、これ。入れてたらゆりちゃんどっかに隠れちゃうとかかな。一応覗いてみっか。いる？ゆりちゃん。あ、こいつがいるよ。ちょい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 。こいつは、こいつは光には強いんだな。え、ちょっと行って倒してやるか。こっちから出ればいけんのかな。あれ、あ、あの女が開けたか。開いて、開いてない。あいつどうやって行った。あれ帰ってきた。どうやって行ったの。そっちから来たってことは、そっちが開いてんの？ロックされてたとこ？あれ？どこだっけ？ちゃうな。あ、開いてんじゃない？開いてる開いてる。で、今誰かに見つかったな。あいつか、ヒッピーか。閉めた。よし。ゆりちゃんどこだい？え？いない？あ、こっちから出てんの？あ、来た。来たっぽいね。あれ？いない。からも開かねえか。開かない。え？あ、なんか非常口マークがついてる。あ、これか非常口。これあれかな。ライト消してくんのかな。ちょっと一回合流になってるよね。ちょっと一回ライト消してみるわ。ライトを嫌がって出てこなくなってんのかもしれないから。
あ、ここ開かねえんだ。あ、ここも開かねえんだよ。めんどくせえ。あ、電子でさ、あ、誰かエレベーターに引っかかってんの。いや、ゆりちゃんいないよ。ちょっと探すか、うん、これだ、まっすぐの方向ね。だと思う。そっちじゃない、そっちじゃない。エントランスかな。エントランスの受付のとことかかもしれない。こっちかな。あー、鍵かかってる。あー、エントランス一回も行ってないな。ってことは逆側から行くのかな。あ、待て、今見つかったのって、やっぱり、うわー最悪。時間制限あんのね。やり直します。ここら辺でさっきやられちゃったんで、まっすぐ。あ、じゃあここか。この中じゃない。いる、いるね。探してる。よかった。お願い助けて。はーい。どっかにクランク落ちてねえかな。多分クランクだと思うんだ。結構見て回ったんだよ。客室見るか。あとエントランス行ってない。エントランスちょっと一回行ってみたいな。誰かいるな。おい、自衛隊なめんな。ないか。ないね。こんな、こんなない。ああ、疲れちゃった。見てないのもすごい気になるけどね。ここにいるはずなのにね。ここ見たね。この階の部屋は見たわ。うん、こっちも見たね。上の階、こっち上、そうだね。上の階は、あ、ここに客室がある。エントランス、エントランス、エントランスから上に上がるのか。邪魔だ、邪魔だ。お前、光当てんぞ。ああ、疲れてる。ここからその上な。誰だ。ああ、いたいたいた。おっとっとっと。うわぁ、いきなり噛みつく。素手で食んな、お前。あ、ナイフ持ってんじゃん。ナイフ持ってても噛みつくんだ。光、光。よし。じゃあ行こう。疲れてる。疲れてる。
の、なんだ、あ、開かない。うん、このウニョウニョがいるってことはこっちで正解っぽいな。もう後ろに回ろうとしてんじゃねえよ。よし、あれ、どこ、え、どこ、え、どこにいる。とりあえず走ろう。で、2球もうちょい先か。ここか。よし、あ、なんかある。テニス部の遠征予定いらねえ、もう。うん、邪魔。よし、他開くとこは多分ないよね。そこしか部屋ないから。開けらんないね。え、じゃあここじゃなかったか。電気をつけた状態でここに来たら、なんか調べられるとかないかな。あっ、信号弾。あっ、必要条件か。いや、すげえ分かりにくいところにあったの、取れてよかった。開いてないよな。え？え？こいつ、エレベーターに突っかかってたやつが来た。来た来た来た。おい、ここだぞ。でも開けてはくんねえか。いや、いいんだよ、エレベーターで行けばいいんだ。いや、それむずすぎない？たまたまドア叩いたからよかったもののさ。あ、そっか、最初のヒントでそんなのあったな。邪魔な位置。おお、ゆりちゃんおいで。え、ゆりちゃん、邪魔な位置のやつは音を立ててって言ってた。そういうこと。あ、ごめん。はい、おいで、おいで。よし。おお、はいはいはい。遊んでる場合じゃないね。ああ、やっと進んだ。すげえ時間かかった。あ、鍵開けれない。あ、まあ開ける必要ないけどさ。ここに何があるんだろう。あ、調べる。裂け目がある。ユリならば抜けられそうだ。あ、ユリを逃がす。そうだよ、ユリを逃がすのが目的だから。気をつけて。自分はこのままいる。どっか安全なとこに隠れて、必ず迎えに行くから。いや、お前出れるだろ。うん。ありました。はい、セーブします。はい、セーブ完了。あ、なんかロックされてる。ロックされてんのはこれ終了条件2やってん。あ、なにこれ、 L1 がピコンピコンになってる。あ、なにこれ、これやれば開くってこと。あ、それ教えてくれる時もあんのか。その時には左上のあの L1 っていうのがピコピコになる。え、 L1 ある。 L3?L1 だね。じゃあ次、いちこちゃん
これだったっけ。あ、合ってるね。じゃあ次ここやっていきましょう。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。